はい、こんにちは。サブヤンケー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 せやんけわれ。クラッシュ氷。なんか細かいらしい。氷もね、ほんまに。氷の高いのかなんは、これは高い氷。な自分で冷やしたやつ使えっちゅう話。そこまではしたくないという。これはね、細かい氷。水筒に使いやすいって書いてある。ていちゃんと消毒してますからね。あ、細かいねんな。そういうことや。どういうこと？そういうこと。はい、細かい氷。からのダブルシークワーサー、シークワーサー、ストロングゼロ。はい、呼ばれます。はい、呼ばれます。本日はね、なんという字、なんという字、おまか九州、何？アジみりん干し、うー。今日もね、いっぱいお作りとか残っとったんやけど、お作りもなぁみたいな。ちょっとフライパンが傷んでますんで、油引かしてもらいます。ちょっと野暮なことですみません。このフライパンに敷くなんかシートみたいなのね、ちょっと切らしてましてね、ちょっと野暮なことしてすみません。こんな感じでね、くっつくのが目についてる。じゃあくっつくのかも分かっとるんでね。こんなん久しぶりですわ。みりん干し、アジの開き、こんなん超大好物やん。うわ、これうわ、1回で、あ、2個いけるか、ギリ2個いけるか。このトレー上手にやっとるね。なんかこうカゴみたいになっとる。ギリいけるか。あ、こっちから行こうか。こうしようか。綺麗にな、裂かれてもうて、ほんまに。最近ね、餃子がね、上手に焼けるようになってきたから、これもうまいこと焼けるかな。火事のおっさんの歌、火事のおっさんの歌。シークワーサーうまい。どうにかかった。超いい音やね。まだ喉にかかった。
シークワーサーが飲みたかった。サブ。サブ、来てこうかな。激サブ。失礼。これなんぼでしたかいな。これ199円ですって。一つ100円。お買い得すぎちゃいます。超うまそうなんですけど、そうそう、今日ね、薬局でね、薬局帰りやスーパー行って、薬局近くにオープンしたんでね、薬局も寄ってね、ほんでなんかパン、スーパーでも食パン買うてまして、スーパーで食パン買うとって、ライフはね、めっちゃ安いんですよ。なんぼやったかな、ライフ80円か90円でね、魅力で安いんですよ。で、美味しいんですよ、ライフの食パンは。安いんやけど。で、こうて帰ってきて、で、帰りフラフラ走っとったその薬局通り過ぎるんですね。で、薬局、今まだ結構特化やってますねんね。ほんで、ちょっと覗いていこう思って、覗いていったらね、パンが48円やったかな。これパンがね、48円言うて、食パン6枚切り48円、山崎で言うて、で、ポップ買い取って48円、なんか店長の一押しみたいな買い取ってね、安いやん思って、で、パッと取ったら半額シール貼ってますね。ああ、そういうことか思って、まあそういうことやな思って、ほんでね、帰ってきたらなんと、うわ、しもた焦げてるし、最悪、激焦げやし、なんとね、もう今日までですね、日付が。そんなん買いとかなあかんわ。っていうか、激焦げたし、今日までのやつやから見切り品で買いとかなあかんやん。何が店長の一押し品やねん。そんな6人家族やったらいいけどやな。今日ですって、今日の晩行って晩にパン食べる人いてます？いてへんやん。それ明日の何日でも持つけどやね。そう、なんかもう親切心が足らんわ。もう騙しやん、あんな一押し品っておすすめ品ちゃうやん。見切り品やん、やられた。信用第一やで。そんなんたかが40円50円飲んで、そんなん信用失ったらあかんで、いうか日付ちゃんと見て買いっていう話やね。っていうか焼きすぎたかな。パンはもう今日までやわ、魚は焼きすぎるわ。ヤンキー、せんやき悪い。部屋は煙だらけやわ、もう。換気扇が全然効けへん、ヤンキー悪い。こんな聞けへん、換気扇あってもなかっても一緒やし。
やっぱりね。うわ、なんでこれ火きつい？火そんなきついことはないんで。焼けとるね、ほんなこれも。焼けてることにしよう。結構な油ですって、これ。これ1回ずつしか回転させてへんけど、大丈夫？もう OK なことにしとこう。焦げ焦げやし。こんな焦げました。けど、いつもみたいにぐじゃぐじゃってなってへんだけ、まだマシやね。だから回転あんまりさしてへんからかな。回転回転はい、大きい倍なら倍ちゃ回転好き。はい、倍なら